はい、山田君、後半戦スタートです。はい、後半戦もよろしくお願いいたします。ということで、はい、今登り切って、そうだね、3本槍だけ山頂まで 1.4キロ、うん、1.4キロか、うん、そんなでもないね、こっちなんで。あとね、こっからの眺めがすごくいいんでね、こっからのね、鏡池だっけ、鏡が沼、鏡が沼だっけ、鏡が沼なんだっけ、鏡が沼、すごくこっからの景色いいです。鏡みたいですね、本当に。あれ、あそこ歩ってきたとこすげえやっぱり草原だね。そうだね、ずっと歩いてきた道が。よし、じゃあ行こう。こっから雲行きも怪しくなってきたんで、山頂まで。そうだね、ね、頼む、晴れてくれ。はい、結構ちょい疲れたぐらい。結構登ったね。でもまあもうちょいだから、多分あれがあそこら辺だと思うんだ、多分山頂ら辺だよね、多分ね。もう1キロ切ったんじゃない、切ってない、あーどうだろう、あと1キロくらいかな。途中にね、1個分岐があるんだっけ、うん、でその分岐を越えてもうちょいって感じ、うん、だからとりあえずそこの分岐まで行っちゃえば。そうだね、じゃああと頑張るだけ。もうちょい頑張っていこう。はいはい、今尾根ね登ってます。ちょっとガスが上がってきちゃったんだけど、今からここを登って、これなんだか、もうついでゴールかなって感じ。これ登りが激しいぞ、気をつけていこう。でもこれ登り切っちゃえばもうもう終わりだと思うよ、多分。日打ちがだけ思い出さない、うん、これもうちょっとなんでね、とりあえず滑んないように。はい、そうだね。いやー、これなかなかの登りでしたよ。なかなかの登り、こんな感じ。結構急なんだよね。よっしゃ、よし、あそこか。なんとか、なんとか登り終わりましたね。いや、きついぞ、マサボさん。ここいいよ、景色、うん、うわ、ガスっちゃってる。あ、ガスっちゃってるけど。入ったらいいね、うん。沼が真正面。そうだね。ここだね。沼が。よし。あと一踏ん張りですね。あと一踏ん張りや。はい。行きましょう。やべえ。完璧。ガスに覆われた。真っ白だね。はあ、山頂行ってどうなってっからね。そうだね。向こう側が晴れ間があればいいんだけど。うん。あれ？雨降ってきたな。嘘？うん。マジ？それはいかんな。パラパラやってる。寒い。急ごうか、ちょっと。ここが分岐。あ、西郷村だ。あ、西郷村ね。帰りはこっち行きます。ああ、なるほど。実際こっちか。あ、これね、帰りは。500メーター。あと500メーターで山頂。あと500メーターです。あ、いいね。目の前。目の前だ、行こう。じゃあ。やっと山頂だ。やっとだね。うん。しゃ、山頂だね。ほぼほぼ山頂だね。もう間もなく山頂。こっちは青空見えてきたけど。そうだね。もうちょっと晴れてほしい。到着かな。では山頂です。麻生さん、山頂着きました。だけどまだガスちゃって何も見えないから。ちょこだったら360度、うん、ね、もうちょっと開けるのもあって、ガス開けるのもあって、というか時間あるし、開けなかったら諦めましょう。三角点
十字入ってるから。そうだ、ね、多分そうかも。そっちの丸いのは。あ、すげえ。これいっぱいあんだ。見晴らしが良ければこういう風に見えますよってやつ。あ、なるほど。あ、これ全部見れるんだ。うん。まあここ那須連峰最高峰だからね。だね。すごいとこです。もうちょっと待ってね。もうちょっと待ってみようか。今10時11分。うん。ここまで何時間で来た？6時50分か。うん。7時ぐらい、ね。歩き始まったの。うん。3時間20分。まあ下りはもうちょっと早いとしたって。だね。まああの車止めてから入り口までが長かったから、ね、うん。2時間半ぐらいあれば行くんじゃない下り。多分ね。沼でもだいぶ撮ったりしたし。うん。もうちょっと待ってみよう。うん。もうちょっと。じゃあ、まさぼさんね、今10時50分くらいで30分、40分待ったかな。やっぱ晴れそうにないんで、ずっと曇り。まあ、山頂はね、登頂したんで、絶景はちょっと今日諦めて、はい、下山の方に向かいますか。向かいましょう。じゃあ、とりあえず来る時とは違うルートで下山します。はい、はい、行きましょう。よし、来た来た。じゃあこの分岐で今度は違う方に。大峠？うん、そうだね。 1.8 キロ。はい。やっぱりね、余計にガスってきちゃってダメだね。景色ダメかも。じゃあこっちから帰ろう、帰りはね。だね、こっちから。またなんか新しいのあったら回しますんで、はい、了解です。はい、じゃあ行きます。ここ多分超絶景だと思うよ、晴れてれば。今日はね、この360度真っ白。さっきより真っ白になってきた。さっきより真っ白。絶対ここ見晴らしいよ。絶景だね、こっち。すげえもん、なんもないもんね。サイニールあの分岐から少し来たとこだよね、降りて、うん、石が積み上がってんのが目印です。そうですね、はい。これ、あの車道だったらハイビームにする必要があるくらいのノームだね。これはでは気をつけて降りましょう。ここ尾根だね。ですね。この感じはね、これ本当にガスってなかったら絶景だと思う。これガスってなかったらマジでここがね超絶景だと思います。だからあれだね、あのどっちのルートにも見どころはあるね。あそうだね、沼だし。そうそう、沼だしね。こっちは尾根歩きの絶景だしってことで、うん、やっぱ今回この矢野くんのルートがいいんじゃない一番ね。沼見ながら来て山頂行ってね、うん、戻ってこっちの道行くやつ。そのルートが一番いいかも。今日はね、残念ながらガスちゃって、うん、でも絶対景色いいなっていうのは分かるね、歩いててね、うん、こっちずっと尾根続くもんね。多分ずっと続く。これずっとだね。だよね。ただここから少し緑がいっぱい出てくるから、ここら辺が絶景なんじゃねえかな。確かに。じゃあこのまま頑張って下っていきましょう。はい、大丈夫よ、なんか。うん、大丈夫だよ。いける、いける、いける。なんかまた開けてきたな。ここもなんか多分景色いいと思う。絶対絶景だな、ここ。何ここ。なんだろうね。なんかの指標かなんかなのかな。なんかだよね、建物ね。うわ、少し晴れてるけど。めっちゃいいよ、これ。絶対いいよね。山々がね。惜しいね。あっち晴れてんだけどさ。すげえ惜しい。ここら辺だね。そうだね。惜しい。じゃあ行こうか。はい。あそこの道があれだよね、いい感じに見えてね。そう、これから歩いてくるのかな。多分歩いてくとこじゃないかな、ここ。綺麗だね。綺麗。あっちの方見えてきたんじゃないか。あー、見えてきたね。こっちの方がだんだんと。山頂は多分ダメだと思うけど。山頂はダメだね。こちらで見つけて目が良くなったかもしれない。うん、山頂の方はまだ真っ白。これさ、うん、本当に絶景だよね、山頂歩いたらね。山頂歩いたら超絶景だと思う。これがまともに見えるんでしょ。これが360度だもん。絶景だね。惜しかったな。お空も見えてきたし、こ
こら辺もでも絶景だよね。超絶景だ。じゃあ行きますか。はい、今またちょっと開けて眺めがなんか良さそうな感じがする。いい、いい、素晴らしい、素晴らしい。よいしょ。ああ、本当だ。あれ前半で歩った部分だよ、ずっと。なるほど。草むらだって言ったの。この沼がそうか。うん、あれ鏡だよね。鏡。ああ、綺麗だわ。うわ、絶景じゃん。マジあっち。ちょっとずつ見えてきたね。半端な。あのさん、こっち反対側もやべえよ。見えてきた。反対側が来たんがやばい。草原だね。あっちは草原みたいな感じでね。やっぱ山頂はダメだね。山頂は今日はダメっぽいね。うん、まあ、ちょっとずつ今晴れてきてさ、まあ、これからまた絶景ポイントあるかもしれないんで、はい、その時また回します。そうですね、はい。ヤランくん、俺はここのこの下りすごい好きだね。気持ちよくて。絶景だよね。うん、すごい絶景。あっちとかはね、本当に綺麗なんだよね。この山もすごい。うん、そうそう、下りながら真正面がすごいさ、壮大だから。そう、ね、うん、そうそう、すげえ気持ちいい、この下り気持ちいい。俺好きだね、ここいいね。このさ、山の中歩くっていうよりもこうやって景色いいとこずっと歩いてられるから。確かに、うん、気持ちいいね。はい、分岐来ました。あ、お地蔵様いらっしゃいますね。さあ、分岐、これはどっちに行くんだ。野際に行ったっていう方に行くのかな。こっち方面。しかし綺麗なとこやな。いや、素晴らしい、あれだったね。あ、遊歩道。1468m。 ここも高いんだね、結構。そうだね、あっちだね。あ、本当だ。あ、お嬢様いらっしゃいますね。いや、すげえ絶景にあふれた遊歩道でした。そうそうそう、こっちの山々がね、もう絶景だったね、うん、もうすごかった。こっちはもう夏塩原市なんだ。あ、本当だ、ね、うん。で、こっちに行くのが三倉山っていうのかな、に行く方はこっち側の山と。で、温泉がある。あるね、三戸小屋温泉っつの、うん、なんか漢字わかんないですけど、温泉行くにはこっち。僕らは、僕らはこっち、こっち。そう、あの野際に行ったっていうのかわかんないんだけど、うん、そういう風な漢字が書いてある方面に進んで、あと1時間くらいで最初の林道の入り口に着くはずです。なるほど。はい、記念にこれ。あ、大峠山開き記念だそうですね。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、やっとここまで戻ってきたね。戻ってきたね。あの鏡沼の最初の分岐だね、うん、ここまで戻ってきちゃえばあともう、そう、林道はすぐ終わりなんだけどね、うん、そっからがまたちょっと長いけど、あっちに俺ら登って、うん、今こっちから下ってきたって感じかな。だね、うん、じゃあもうちょっとですね。もうちょっとはね、こっからね、車までがね、長い、長いんだけど、まあ行こうか。行きますか。頑張って。じゃあまた。はいはい、まさぼさん、林道終わりです。はい、終わりだね。この柵からお疲れ様でした。お疲れ様です。で、こっから車までは3キロあるんで、3キロ、あと一踏ん張りということですね。長い。やっぱさ、沢の音聞くと下山したっていう感じするよね。ね、するね。じゃあ、あともうちょっとです。そうだね。はい、行きましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。
今、はい、無事戻ってきました。はい、来ましたね。いや絶景でしたね。絶景でしたね。上はちょっとガスっちゃってね、うん、あの見えなかったんですけど、うん、その行く途中なんだっけ、鏡沼、うん、とか、あと帰り下山してくる最中のあの尾根の感じとかね、すごい絶景でした、うん、いい山ですね、ここは。ガスなかったらね、多分すげえ移動もね、360度ね。うん。で、歩くのもね、ちょっと歩きやすい方かなって。歩きやすい。今まで行ったとこと比べれば。急登はまあ少しあるけどっていうところだけど、うんうん、まあ中級レベルになってるんで。そうですね、一応中級っていうことなんで。はい。うん、確かになっていう感じだと思います。だね。はい。で、ここは、今年いっぱい、工事で、うん、まあ遠い駐車場から遠いとこから歩かなきゃいけないんですけど、はい、来年になればおそらく工事も終わると思いますので。そうだね、近くまでね。そう、正規の駐車場までその方がいいね。なんでまあ来るとしたら来年ねがいいと思います。那須連峰のね最高峰なんで、ぜひ、はい、来てほしいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。